します。キャプテンサトシと申します。ザ・ラグビー本日2回目ですね、やっていきたいと思います。いやこのタイトルは何回見てもいいね。プッシュスタートで、データマサラ工業高校4月の3週前半から続きをやっていきます。でですね、ちょっとあれからメンバーだけ若干変えました。まあ、1年目なんでそんなに大差はないんですけど、一応このゲームですね、選手それぞれに才能みたいなのが、あるんですね。情報かな？チーム情報で、例えばこの永田くんフォワード、平均的な能力っていうのがあるんですけど、例えばこの小山田くんなんていうのは、技巧派のウィングっていう、なんでしょう、この X ファクターを持った選手がたまに入ってくるんですね。1年目から入ってくるのはもしかしたら、なんか珍しいことなのかなと思うんですけど、この今スタンドオフにしてる小畑くんは、能力的に物足りない印象を受けます。試合での活躍は難しいかもしれません。だとか、あとあまり能力の高い選手ではないようです。特にこれといって目立つ部分もありません。文章的に多分、この能力的に物足りないっていうのが今のところ、うちのチームでは一番低いかなとは思うんですよね。なんですけど、これはこの人はスター選手、僕の自作の選手なんで能力は高いんですよね。この平均的な能力、全員平均かそれ以上にしようとしてもちょっと1年目なんで選手の数が足りないんですよね。なんで多少うちのチームにも何人かその、まあ、尾形スタンドのままにしてるんですけど、あとはスクラムハーフの前原、体格は2であまり能力が高くないだったり、また森谷っていうのが体格は3なんですけど同じくあまり高くないっていう感じなんですね。あとは平均的にできたかなっていう感じですね。平均的な能力で揃いました。一応一番体格が良かった林と高森、一番良くても4っていう、一番最高が5なんですけど、体格一番いいのはこの森田なんですよね。森田光雄、まあ一応スクールウォーズ原作だとフランカーだったと思うんでフランカーにしてあります。さて、ちょっともう一回情報のとこでスケジュールを見ると、僕も4月2週目の後半のブロック大会予選1回戦で負けちゃったんで、今後ねしばらく予定がないっぽいんですよね。なんか7月の最後に練習試合があるみたいですけど、それまでずっと練習するんですかね。一応トーナメントはまだ続いてるみたいで、まあ、1回戦だったんでね。僕が負けたところはどこだっけ、聖学院じゃねえな、聖海大附属か。見た感じね、能力多分相当強いとこと1回戦で当たっちゃったんだなって思いました。他のとこそんな強くないんですよね。悪かったのかな、これ。ここはオフェンスに全振りっていうチームですかね。ここもちょっと強いですね。で、大体この光が丘っていうところが、なんか決勝にいつも上がってた感じですね。これが一番県内では強い高校なんですかね。藤沢学院ってなんか強そうですけど、パラメータ超低いですね。まずは県内でこういうとこに勝ってから全国大会を目指す感じですよね。ここも強いですね。聖学館、しばらく大会はないんで練習をしたいと思います。試合の直前に休んだんで基本的に疲労は溜まってなさそうですね。この稲葉がちょっと溜まってんのかな。疲労が青いゲージが一番高いですよね。まあいけるか。で、4月の3週前半休んじゃダメだろう。筋力トレーニングしましょう。確かね、1ヶ月に2回ぐらい給油を入れていくと良かった記憶があるんですよね。この辺で給油入れて、ちょっとここもじゃあ筋力にして、バランスは良さげかな、これで。あとはまあなんか
臨時休業で一人ずつ休めさせられるんで、それで調整していきましょう。一定進行筋力と呼ぶべきものが全くありません。よく試合できたな、このフォワード勢。お、そこそこ筋力はついてきた。元からちょっとパワーがあった人たちがいるみたいですね。あ、バックス勢ダメかな。お、小山田はやっぱいいっすね。バックス勢まあまあか。こうやってね、一人ずつチェックをしていくんですよ、このゲーム。で、誰がもう次の練習に移っていいかっていうのを判断するんですけど、なんかね、一応昔に書かれたであろう攻略サイトを読むと、あんまりもう練習しても伸びない。例えばこの高安くんなんていうのは多分伸びが悪いんで、本当は違う練習させた方がいいみたいのが書いてあったんですよね。まあいいか。さて、で、ああ、なんか疲労度ちょいちょい溜まってますね。尾形がちょっと危ないんで休ませて、稲葉も休ませて、ちの朝日くんも休ませようか。で、臨時休業にしましたと。問題外なスピードです。まあね、最初はみんなそうかな。こいつは？ああ、だいぶスピードがついてきた。まあいいでしょう。臨時休養をやっていくとどんどん他の人たちとズレが出てくるんですよね。高森とか大丈夫なかった？ダメか、このセリとか。ちょっと臨時で。4月の4週前半。あ、休みだ。OK。休ませて、ロードがなかなか長いっすよね。進行して、まあそんな早くはね、能力は上がんないでしょう。これで4月が終わったかな。疲労度チェックも欠かさない。一定進行、これはスタミナかな。スタミナの練習ですね。前半でスタミナ使い切ってましたからね、前の試合。走り込みが必要です。こいつら初年度ボール触れんのかな。いつまでフィジカル練習をしていいのかが全然わかんないんですよね。こっちやるか。どうしようかな。どこまでフィジカルを鍛えるか。次の試合のね、ちょっと1ヶ月ぐらい前からは、6月の後半でしたっけ。6月に入ったらちょっとボールを触らせるか。そうしてみよう。2週前半は休みだね。 OK。 疲労も溜まってるし、休ませて、やらせてもダメかな、これ。小畑だけもキックの練習させようかな、個人練習。パスとかも必要かな。筋力いらない気がしてきたな。特別メニューか。3週の後半は休みじゃない。臨時休、いや次が休みだからちょっと
張るか。怪我しないで。オッケー。次が休みだか。お、なんか来た。あー、ブロック大会予選が終了しました。本戦には進めません。当たり前だ。1回戦負けです。ほら、光が丘、やっぱ一番強いんですよ。優勝にふさわしい素晴らしいチームでした。あ、一応ちょっとポイントがもらえるんですね。500ポイント、どうす。勝ち抜けばね、もっといっぱいもらえて、設備がね充実してくんで、強ければ強いほど強くなっていくという現代社会を表すね、資本主義の世界なんですけど、5月の4週、あれ、次練習試合なかったっけな、スケジュール。あ、やっぱり練習試合がある。そっか、予選が、ブロック大会の予選が終わったから練習試合が組まれることが決定したんだ。どうしよう、もう今さらもうボール触る触っても遅いっすよね。めちゃくちゃ疲労溜まってるし。4週前半はまあ休みだからいいか。となるともうラスト1回の行動、ボールを触らせるか、もうこのままフィジカルを強化するか、瞬発力しようかな。ちょっと直前に千住だけやらしてみますなんとなくで、ちょっとこいつら、いや、いいか、まだいけるでしょ。低進行、まあ、ダメだろうな。全く理解してない。相当な練習が必要です。降りてもダメ。お、だいぶ形になってきた。一人だけで形になってるんだ。はな、フォワードパスっていう戦術よくわかんないですけど、まあフォワードで攻めるってことでいいですよね。さあ練習試合、宇佐美水産、対戦相手は戦力的に物足りない高校、十分に勝てる相手。あ、弱い。うちどんな感じ。え、これうちこんな弱かったっけ。大差ないな。見ないでいいか。いえ、いけいけいいけいけ、押せ押せ、つけつけ。あ、やばいか。いいね、いいね。戦力的に物足りない高校なだけあるね。あ、トライ取られたけど勝てそうっすね、これは。宇佐美水産、あと10分。守れ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 。あ、取られたけど。あっと、ここでノーサイド、試合終了です。トライ4、ゴールキック3。いいんじゃない、初勝利。1年生だけですからね、うち。頑張った。特に試合に勝って、なんか能力が上がることかは。ないのかな。疲労がめちゃくちゃ溜まってますね。持久量を2人でいいか。1週前半なんで持久力か。あ、でも 6月か。どうしようかな。ボール触らせる。ちょっとじゃあ次からボール触らせよう。後半でしょ。あ、グループ別コンビネーション、なんかどれも大切そうな気がする。自分の ポジション、フォワードならフォワードとかの動きを理解させようか。
スは次の練習試合に向けて全部グループ別に練習をしてみます。なんですけども、まあまだいけるか、怪我しないよね。 OKOK。 はい、動きができてないらしいんで、ハーフバック、ハーフバックって言うんですね。まあ当然でしょう、初めて練習したからね。どういう練習をしてるのかってよくわかんないですけどね。で、2週前半休みでいいでしょう。練習試合、お、何？監督ちょっとよろしいですか？はい。ん？どうした？うん、とりあえずグラウンドまで来ていただけますか？おー、なんだよ、なこちゃん。なんだ、呼び出しか？おお、寿司、寿司はどこですか？無一文で腹ペコで死にそうです。やべえやつ来ましたね。寿司ください。寿司をバタ、あーマネージャーどうしようかな。いや誰だよマジ、500ポイントか。いやでもこういうの払うか。大丈夫博士的な感じだった気がするんですよね。はい、寿司を500ポイントで購入しました。ほらお待ちかねの寿司だ。くんくん、うん、この匂いは寿司、寿司ですね。ドラマティックファンタスティックワンダフォー、素晴らしい、素晴らしいですよ。あ、グレートジャパニーズ寿司、すごい食べっぷりですね。あれ知り合いだったんだっけ。おいレイザー、もう大丈夫か。おう、その声は誰でしたっけ。俺だよ、忘れたのか。サトシだ。おう、やはりサトシでしたか。空耳ではなかったのですね。久しぶり、相変わらずで嬉しいよ。お久しぶりです。知り合いの方ですか。あ、こいつはナイサン・レイザー、オーストラリア代表の選手で現役時代の知り合いだ。現役代表なの？そうなんですか。おお、そうでした。私はここまで寿司を食べに来たわけではないのです。お前が寿司以外に日本に来る理由なんてあるのか。ひどいよ、サトシに会いに来たに決まってますよ。これは練習手伝ってくれる雰囲気かな？聞きたいことがあります。引退したって聞きました。本当なんですか？あ、本当だ。なんでですか？今年のプレーは一級品だったね。まだまだ現役でいけるはずよ。なあレイザー、今のジャパンをどう思う？アジアでは強豪かもしれない。でも世界ではどうだ。それはもうちょっと黙るなよ。残念ながらワールドレベルの国とは圧倒的な力の差がある。まあ、2002年の話ですねこれ。けどだからって諦めるわけにはいかない。そう思ったら引退していたよ。俺ではまだ世界には届かない。だから次の世代に託すことにした。でもあなたはまだ若い。それにユウのいないジャパンはもっと弱いね。10年後や5年後には世界のラグビー強豪国とも互角に戦える。おお、合ってんじゃないこの予言。互角か合格以上に戦ったよね10年後。うん、10年後、いやもう違うな、2002年だからもうちょい先か。2015年に南アフリカに勝ってるから大体合ってるな。強いジャパンに育ててみせるさ。そういうことだったんですか。わかりました、私も協力しましょう。ユーのチームを1日貸してください。私が稽古をつけます。貸すの、手伝うじゃなくて。こんなやつに任せたくねえな。はじめまして皆さん、私はレイザムと言います。サトシの戦友ね。
人がちょっと悪そうなんですよね。今日は私が稽古をつけます。いいですか、お願いします。いい声です。それではまず今日はミニゲームをしましょう。うす、あれ、現役のオーストラリア代表に稽古をつけてもらうっていうのはすごいですよね。はいはい、もっと声出すね。はい、もっと周り見るね。ルックアップよ、ルックアップ。はい、ラグビーをやりだすと意外と真面目なんですね。みんなすごく熱心にレイザーの差のトレーニングを受けてますよ。で終わると。なるほど、戦友って言ってましたけど、一緒に戦ってそこで知り合いになったってことなんですかね。強くなったんかな、よくわかんないですね。この滝田くんがなんか全然成長してない気がするんだよな。才能的にはなんか平均的な能力で、平塚くんはあまり能力が高くないんですけど、現状平塚くんの方が能力が高そうで、体格も高いんで押しとこうかな。練習進めていくうちに多分抜かれていくのかな。3周前半って練習だな。ちょっと臨時休位をさせたいかな、この辺に。練習試合ですね。3週後半も練習だけど、ちょっと臨時休業。この稲葉ってやつはやたら疲れやすい気がする。稲葉、しょっちゅう休んでんな。前半は休みなんですけど、どうすっかな。4週の後半に確か練習試合だったんで、一回休ませるか。やばどんどんみんなとずれるな。今休ませたやつらはちょっと練習させるか。持久力とかにしよう。 OK、 でもそこそこ筋力がついてきた。よし、で練習試合前の最後の行動ですね。じゃあ次の練習試合で今日はここまでにしましょうか。グループ別でいいかな。ポジションのね、動き方を最後におさらいするイメージで、全くできてないんですけどね。森田もダメなのか。さあ練習試合、玉の井商業。相手は戦力的にも足りない。やっぱ弱いところと練習試合を組むんですね。うちはちょっと上がったんかな、これは。メンタルがちょっと上がったのかな。レイザムの練習でメンタルが強化された。よっしゃ、行こう。お、押してるね、押してるね。あ、芹沢トライ取った。やっぱあいつトライゲッターだな。ちょ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 、やばい、夜。あ、あ、嘘嘘嘘嘘。
え、正解大付属よりも点取られてない？あーでも最後に一矢報いたけど、やっぱスタミナないからかな。どんどん後半に行くにつれて点を取られたな。そっか、一勝二敗か。で7月と、今後のスケジュールは7月も練習試合が最後の週にあって、で8月に合宿が始まりますね。お楽しみの地獄の合宿。ということでそろそろ30分ぐらいなので、本日はここまでにしたいと思います。次回は、合宿、一通りやりきれるかなと思いますけど、まあ、ちょっとずつねこうやってダラダラと進めていきたいかなとも思ってます。ということで本日は以上です。ありがとうございました。